公益通報の調査が斉藤前知事の無実を証明したようです。本日は公益通報部署による調査により斉藤前知事に対する疑惑が公式に否定された件について詳しくお伝えします。これまでパーティー券の不正販売や阪神パレードでの資金の透明性不足、さらに職員へのパワハラ疑惑といった多くの問題が取り上げられてきました。しかしこの調査によりこれらの疑惑は根拠がなく、斉藤前知事には違法行為がなかったことが明らかになりました。この結論は外部の専門家たちの徹底的な調査によるものです。これを立花氏が報告していますので解説を行いたいと思います。それでは公益通報の調査結果と斉藤前知事の潔白について詳しく解説していきます。公益通報の調査は一般的な内部調査とは一線を画す方法で行われました。この調査は公正性と透明性を確保するために県外の第三者機関である公益通報の外部窓口によって進められました。調査を担ったのは法律や会計の専門家である弁護士と公認会計士のチームで、彼らは独立した立場から徹底的な調査を行い、偏りのない判断を下す役割を果たしました。2023年7月20日に発表された調査結果は、兵庫県内外で大きな話題を呼びました。調査チームは、証拠の一つ一つを丁寧に確認し、法律の視点から厳密に審査しました。その結果、斉藤前知事に対する全ての疑惑が事実無根であると認定され、違法な行為や公職選挙法違反も存在しないことが確認されました。調査の過程で特に注目されたのは斉藤前知事に関連する資金の流れやパーティー券の販売に関する不正疑惑でした。調査では複数の証言や書類が精査され、不正行為がないことが裏付けられました。また職権乱用やハラスメント行為についても調査が行われましたが、それらに関する証拠も見つからず、斉藤前知事は潔白であると評価されました。この調査結果の発表も一部からは形式的な調査だったのではないかとの疑問が出されました。しかし公益通報制度自体が公務員や関係者の不正行為を抑制する抑止力として機能していることを考慮する必要があります。公益通報制度が斉藤前知事の潔白を証明する形となった今回のケースは県政の透明性向上にも寄与しています。一方公益通報部署の調査が進められている間、県議会では百条委員会が並行して進行していました。百条委員会は議会の持つ調査権を最大限に活用する場であり、その目的は知事に対する疑惑を追及することにあります。しかし公益通報部署の調査結果が発表された後も百条委員会は調査を続ける意向を示しました。この背景には議員たちが斉藤前知事の疑惑追及を弱めたくないとの思惑があると見られています。公益通報部署が示した不正はないという明確な結論にもかかわらず、百条委員会が調査を継続することで斉藤前知事に対する疑惑が県民の間に残る形となりました。この状況は議会内外での政治的な駆け引きや選挙戦略が絡んでいる可能性も否定できません。さらに公益通報部署の調査結果が発表されたタイミングが選挙の直前であったことも影響を与えています。これにより調査結果を受け入れる層と依然として疑惑が晴れないと考える層の間で意見が分かれました。一部の県民からは公益通報部署と百条委員会の結論に矛盾が生じるのではないかとの疑念も出されました。斉藤前知事に対する疑惑が公式に否定されたことで県政の透明性や公正性に対する県民の期待が高まりました。この調査は今後の県政運営においても重要な教訓となるでしょう。百条委員会がどのように進むのか、県民がその過程で何を感じ取るのかが注目されます。次は百条委員会の問題点と議会運営の背景についてです。兵庫県の百条委員会は地方自治法に基づく議会の強力な調査権を活用し、県政の透明性を確保する役割を担っています。しかし現在進行中の百条委員会には多くの問題点が指摘されています。その中心には委員会の運営方法や承認尋問の手法に関する疑問が存在し、これが議会全体の信頼性に影響を及ぼしています。百条委員会の委員長を務める奥谷議員は弁護士資格を持つ法律の専門家として期待されていました。しかし証人尋問の場では誘導的な質問や個人的な見解を挟む場面が頻発し、公正性に欠けるとの批判が高まっています。証人として召喚された関係者に対しては厳しい言動や圧力が見られる一方で、
その尋問内容が証拠収集にどれほど貢献しているかは疑問視されています。証人尋問は客観的な事実をもとに進められるべきですが、現状ではあたかも弁論の場のような印象を与えています。その結果、証人の証言の信憑性が損なわれるだけでなく、委員会全体の透明性にも悪影響を及ぼしています。一部の議員からは、証人の意見や感想を求めるのではなく、事実確認に基づいた手続きに徹するべきだとの声が上がっています。また奥谷議員の強硬なリーダーシップについては議会内外で賛否が分かれています。彼の姿勢が調査の厳格さを保つ一方で、その一方的な態度が議会運営の公平性に影響を与えていると指摘する声も少なくありません。証人に対して過剰な圧力をかける場面や、証拠の確認が形式的に終わるような場面が見受けられることは、県民の信頼を揺るがす要因となっています。さらに、百条委員会では情報公開のあり方も問題視されています。委員会の場で公開されるべき情報が選挙期間中に非公開とされたり、議事録が外部に流出したりと、情報管理の不備が明らかになっています。このような状況は、県民の知る権利を阻害し、議会運営の透明性を損なう結果となっています。特に、斉藤知事の疑惑を追及する百条委員会において、公益通報部署の調査結果と矛盾するような結論が導かれる可能性があることは、県民にとって大きな懸念事項です。公益通報部署が不正はないと判断したにもかかわらず、百条委員会が疑惑を追及し続ける背景には、政治的な意図があるのではないかという見方もあります。このような状況下で、百条委員会の進め方が議会全体の信頼性に与える影響は無視できません。証人尋問のあり方や情報公開の問題が解決されない限り、県民は議会の行動に対して疑念を抱き続けるでしょう。一部の議員は、公正性を重視した運営を求めて声を上げていますが、議会全体がどのように対応するかが問われています。奥谷議員をはじめとする委員会の運営者たちが、この状況をどのように改善するのかが注目されています。選挙期間中に委員会が言った一連の調査が公平で透明性のあるものであると証明されない限り、県民の信頼を回復することは難しいでしょう。議会内部では、証人尋問の手法や情報管理に関する見直しが進められていますが、これがどの程度の効果を上げるかは不明です。公益通報部署の調査結果を踏まえ、百条委員会が公正な運営を行うことが、県民の信頼回復に向けた第一歩となるでしょう。次は、百条委員会が抱える問題と、議会内での意見の相違がどのように県政に影響を与えているのかを詳しく見ていきます。百条委員会の調査が進行する中、議会内部での意見の対立が次第に鮮明になっています。一部の議員は公益通報部署の調査結果を尊重し、調査を速やかに終えるべきだと主張していますが、他方では疑惑を徹底的に追及するべきだとする意見も根強く存在しています。この対立は、県議会の機能に大きな影響を及ぼしており、議会全体の信頼性にも関わる問題となっています。公益通報部署による調査が不正はないと結論付けたにもかかわらず、百条委員会が引き続き調査を続けることについて、県民の間でも賛否が分かれています。支持する立場の県民は疑惑を完全に払拭するためにはさらなる調査が必要と考えていますが、批判的な意見の中には無実が証明された人物をこれ以上追及するのは、政治的な意図が背景にあるのではないかとの懸念もあります。議会内部では、公益通報部署の調査結果を支持する議員がこれ以上の調査は不毛であり、むしろ県政運営に悪影響を及ぼすと指摘しています。一方で、疑惑追及を継続する立場の議員たちは公益通報部署の調査だけでは証拠が不十分と主張し、引き続き斉藤知事に対する疑念を掘り下げる姿勢を見せています。このような対立構造は、議会の意思決定を複雑化させる一因となっています。また、百条委員会の運営をめぐる問題として、議員たちの利害関係や政治的な駆け引きが影響している可能性も指摘されています。一部の議員は、自身の選挙区での支持基盤を強化するために強硬な追及姿勢をとっているとみられています。このような行動が議会の公正性を損なう一因となっており、議会全体に対する県民の信頼を揺るがしています。さらに、百条委員会が公益通報部署の調査結果を無視する形で調査を継続している背景には、議会内部の権力構造が関与しているとの見方もあります。一部の有力議員が影響力を行使し、調査の方向性を決定している可能性が指摘されています。
このような状況が議会運営の透明性を欠如させているとの批判が強まっています。議会全体が直面している課題は公益通報部署の調査結果をどのように扱うかという点に集約されます。調査結果を受け入れることで県政の透明性と公正性を強調することができる一方で、引き続き疑惑を追及することで県政の健全化を目指す姿勢をアピールすることも可能です。しかし、いずれの選択肢を取るにしても、議会が県民に対してその意図を明確に説明し、納得を得る努力が必要です。百条委員会の調査が続く中で、議会は自身の信頼性を取り戻すために具体的な行動を起こすべき段階に来ています。これには、議会運営の透明性を高めるための制度改革や、情報公開の徹底が含まれるでしょう。また、議会内での意見の相違を解消し、県民の期待に応える形で議会が一致団結することが求められています。公益通報部署の調査結果をどのように扱うべきかという議論は、兵庫県議会全体の方向性を決定づける重要な課題です。議会が県民の信頼を取り戻し、県政の透明性を確保するためには、今回の事例を教訓として、より良い運営方法を模索する必要があるでしょう。次は県民の不信感と議会の信頼回復に向けた課題についてお伝えします。百条委員会の運営に対する批判や公益通報部署の調査結果をめぐる議会内の対立は県民の信頼を大きく揺るがしました。これにより兵庫県議会は今後どのように信頼を回復し県民との関係を再構築していくかが重要な課題となっています。まず公益通報部署が調査を通じて斉藤知事に違法行為はないと結論付けたにもかかわらず、百条委員会が疑惑の追及を続けていることが県民の間で大きな混乱を生んでいます。県民からは公益通報部署の調査結果を信じても良いのかなぜ議会は調査をやめないのかといった疑問の声が上がっています。これらの疑問に対し議会が明確な説明を言っていない点がさらに不信感を募らせる要因となっています。特に百条委員会が調査を継続する背景には議員個々の政治的意図や議会内の権力争いが影響しているのではないかという見方が広がっています。一部の議員が斉藤知事の再選を阻むために調査を長引かせているとする指摘もあり、このような行動が議会全体の透明性や公平性に悪影響を与えていることは否定できません。また公益通報部署と百条委員会が示す結論の不一致は議会に対する信頼の低下を加速させています。公益通報部署が外部の独立機関としていった調査結果に対し議会がことを唱える形で調査を続けることは県民にとってどちらを信じればよいのかという迷いを生じさせています。この迷いを払拭するためには議会が公益通報部署の結論を尊重しつつ自らの調査の目的や意義を丁寧に説明する必要があります。議会の信頼回復に向けては以下のような取り組みが求められます。 1. 情報公開の徹底、百条委員会の調査内容や証拠、 2. 議事録など、 3. 県民が理解しやすい形で公開することが必要です。 4. 議会が透明性を高めることで、 5. 県民の疑念を軽減し、 6. 議会活動の公正性を示すことができます。 7. 8. 公益通報部署の調査結果の活用、公益通報部署が示した結論をもとに、9. 議会が新たな施策を打ち出すことが重要です。10. 疑惑の払拭に関する議論を集結させ、11. 県政の健全化に向けた具体的な行動を示すことで、12. 県民に対して前向きなメッセージを送ることができます。13.14. 議会内での意見統一、公益通報部署の調査結果をめぐる議会内の対立が、15.信頼低下の一因となっています。 16. 議会全体が一致団結し、 17. 県民に対して一貫性のある対応を示すことが求められます。 18. これには 19. 議員同士の対話や協調が欠かせません。 20.21. 外部監視の導入、百条委員会の調査の公正性を保つために、 22. 外部の第三者機関を監視役として導入することが考えられます。 23.これにより、24. 議会活動の透明性を確保し、25. 県民の信頼を取り戻す一助となるでしょう。26. さらに、県民の信頼回復に向けて議会が取り組むべき課題は、議員一人一人の責任感と行動にも及びます。一部の議員による強硬な追及姿勢や、不透明な情報管理が県民の不信感を招いている現状では、
議員ココが自らの行動を見直し、県民の期待に応える姿勢を示す必要があります。議会の役割は県民を代表して県政を監視し、健全な運営を支えることにあります。しかし現在の議会運営が県民の信頼を失っていることは事実です。この状況を打開するためには、議会が過去の行動を振り返り、透明性、公正性、そして説明責任を果たすための改革を進めることが不可欠です。公益通報部署の調査結果を受け入れることで、議会は信頼回復に向けた第一歩を踏み出すことができるでしょう。同時に、百条委員会の調査を継続する場合でも、その目的と意義を明確に説明することが求められます。県民に対して真摯に向き合い、議会が県政の健全化を目指している姿勢を示すことが、信頼回復への近道となるはずです。県民が議会に期待するのは、疑惑の追及だけでなく、県政を前進させるための建設的な議論と行動です。今回の一連の出来事を教訓とし、兵庫県議会がどのように変わるかが、県政全体の未来を左右するでしょう。これからの議会の対応に注目が集まる中、県民の声を真摯に受け止め、その期待に応える取り組みが強く求められています。